シャーザーで保全異病ガズビーンは、イランガズビーン州最大の都市で州都。人口は2005年の統計で33万1409人。ガズビーンは、イランガズビーン州の都市で、テヘランの北西約1 5 0トルに位置する。標高は、海抜約1 8 0 0ル気候は冷涼乾燥。アルボルズ山脈南陸の岩がちな地帯である。ガズビーンの町は、 ペルシア帝国の歴史上重要な町であり、2000以上の考古学遺跡、歴史的建築を持つ。歴史を通じて重要な文化的中心地であり、現在でも州都を占める。考古学的調査によれば、ガズビーン盆地における都市農業定住地は少なくとも9000年前に遡る。古くはカスビーンとも綴づるガズビーンの名は、 カスピ海南部にあった古代部族、カスの名に由来し、カスピ海の名も同様にカスに由来するものである。ガズビーンは地理的にはテヘラン、エスファハーン、ペルシア湾方面からカスピ海沿岸及びアナトリアを結ぶ地にあり、いずれの時代にも交通上の要衝であった。東方圏文録ではマルコポーロが中国への往復に使ったとされる。13世紀当時、 モンゴルのイルハン長が治めていた。今日、ガズビーンとして知られる町は250年、シャープール2世によって建設された、シャードシャープールであると考えられる。これは、同地域での緊張にあたって、支配強化を目的として建設された要塞である。ガズビーンは、イランの歴史において、時に、中心的重要な役割を果たした地である。644年。 アラブの侵入によって陥落。1090年頃には、ハサニ・サッパーフがイズマーイール派の分派ニザール派の中心地としてガズビーン近郊のアラムート城塞を定めた。都市は13世紀にチンギス・ハンによって破壊された後、1548年、サファビー町は1598年にエスファハーンに遷都するまでガズビーンをととしている。両世界大戦期には、 ロシア軍に占領され、さらに1921年には、パフラビー朝の成立につながる有名なクーデタの発生地となった。マスジェでアンナビーモスクガズビーンには、約9000年前に遡る、考古学的遺跡をはじめとする諸遺跡が所在し、近郊には23に上るニザール派の城司が残る。さらに、都市中心部には、同地域に複数残るサーサーンアサの遺跡の一つ。 メームウーンガルエがある。しかし、首都となっていた、サファビー長期の建築はほとんど残っていない。この時期のものとしておそらく最も有名なものは、都市中央にあるアリーカプ邸宅で、現在では、博物館となっている。イスラームの到来以降、タサウフ、伝承、哲学のガズビンでの流星は、多くのモスク、マドラサを同時に残した。中でも有名なのは、 以下のものである。ガズビーンには19世紀末から20世紀初にかけてのロシア人の建築が3つ残っている。現在の市庁者、貯水施設、聖教会である。教会にはロシア人が葬られている。ピエトロデ・ラバレ、ジャンバティスト・タブニエ、ジャンシャル・ダンラの旅行家によれば、ガズビーンには長い間、様々な宗派のクリスチャンが数多く生活していたという。 ガズビーンには聖フリップシメ教会があり、イエス・キリストの権限を4人のユダヤ教預言者が伝えたのもこの地であると伝わる。その墓所は民間の信仰を集めてベーガム・バディーへと呼ばれている。ガズビーン近郊の墓廟建築も観光地となっている。これはセルジューク町の2人の王子、サードの子、アブーサイード・ビージャールとタキーンの子、アブーマンスール・イルター・イーの墓廟である。 二つの塔に分かれており、原ン二子塔として知られている。1067年の創建で、非塩水二重のドームを用いた最初のイスラーム建築である。2003年3月の地震によって激しい損傷を受けた。ガズビーンに生まれ、あるいは暮らし、あるいは葬られた学者、スーフィーは実に数多い。ョーはガズビーン州内各所に点在している。 ただしシーア派のフサインは立派なシャーザーでホセイン病があるがガズビーンとの関わりはない。ガズビーンは今日では綿織物、絹織物、ビロードなどの織物貿易の中心地で比較も扱う。テヘランとタブリーズを結ぶ鉄道、高速道路の経由地ともなっている。また、イラン最大の発電所の一つ、シャヒードラジャーイ発電所があり、 イランの電力の7%を供給している。ガズビーンには4つの高等教育機関がある。エマーム、ホメーニー国際大学イスラーム自由大学、ガズビーンガズビーン医科大学、シャヒードバーバーイ工科大学北緯36度16分、統計50度00分、北緯36.267度統計50.000度、 36.26750.000ありがとうございます。